はい、ということでございまして、サンプラーのボリュームも独立してあるんだ。はい、結構気が利いてんな。なるほどね、サンプラーのボリューム独立してありますね。はい、でまあ、Q のマスター、ヘッドホンのボリュームも分かりやすくついてます。で、あとはヘッドホンのですね、あのこれね、最近ね、なんかついてないと空気読めよみたいな感じになるんだけど、はい、ステレオミニジャックのヘッドホンですね、入力もついてます ね。なんか昔はさ、ついてたらラッキーみたいな感じだけど、最近ついてないと なんじゃこらみたいな、怒られるっていう、ね、これ持たれてない方がいなかったりするんですよね。いやいや、本当にミニ忘れてしまった。ミニジャック男子、ミニジャックステレオミニジャック男子増殖中みたいな。そんな感じですね。はい。で、あとですね。はい。やっぱり PC DJ コントローラーって、うん、スイッチするのがさ、でも言ってもさ、やっぱ面倒くさいじゃない。そうですね。今までその、うん、あの超でかい巨大なあの、うん、RZ とかしか2ポートなかったんですけども、うん、このサイズで初めて USB 2ポート搭載します。なんで、マジっすか。あ、そうなんですよ。2個あるんですか。 USB 2個あるんです。ということは、僕がこうやってやってて、次の人が刺してできるってことですか。刺したらできるんです。え、今までそう CDJ とかそういった、ね、これ、あ、そう、そこです、そこです。USB、A、B ってあります。マジっすか。バックトゥバックもできます。あ、2個つないで2個つないで。友達とできる。できます。マジっすか、同時プレイみたいな。だ、陽介コンビでやれたりできます。ああ、マジっすか。やばいっすね。めっちゃ流されましたけど、大丈夫ですか、はい、いや、事実だから、陽介、事実だからさ、そこに対してさ、粘着してもしょうがないじゃん。まあいいや、ちょっと見てみましょう、皆さん、はいはい、ということで、USB が2つあるということで本当でしょうかって、はい、AB ですね。 AB、はい、いけます。すごいね。なんで、まあ、ちっちゃいバーとかの、うん、とか、うん、そういったところでも重宝されるかなと思って、ね、いや、間違いないね。で、リアルミキサーにもちろんなりますので、まあ、ミキサーと、リアルミキサーにもなるの。なります、はい、まあ、パソコンつないでなくてもミキサーとしていきますので。出ました、これが大事ですよ、皆さん。あの、なんのこっちゃよく分かってない人もいるかもしれないんだけども、逆言うとですね、これあの、ミキサー、これターンテーブルとかもつなげれるんですが、パソコンを起動しないと、その外部入力がならないという、めんどくさいパターンが結構あるんですよね。結構あるんです、そうなんです。はい。なんだけども、こいつはパソコンつけなくても、ミキサーとして使えるわけね。そうです。それでいいんですね。はい。なるほど。ちょっと一回ここの解説だけずらっとしてきますか。はい、はい、ね、ということで、アウトプットですね、マスター1、3K と、アウトプット備えていると、はい、マスター1、はい、キャノンですね。で RCA マスター2で、ブースアウトですね、はい、ブースアウトはこのブースモニターと独立して、ボリュームがコントロールできるということになってますので、現場の人もご安心できるという感じですね。で、ここは、ターンテーブル用のって今言っちゃったけど、ターンテーブル用のアースです。で、43に関しては、CDJ もしくはターンテーブル兼用というか選べます。ここでね、ラインフォノでね、はいはい、ターンテーブルやる人は、3チャンネル4チャンネルに入れてくださいね。はい。で、あとはまあラインがあるという形になりますね。はい。で、マイクが2本。あ、ごめんなさい。USB。USB ですね。USB が2個です。で、マイクは、これマイク2本いけるってことですね。はい、2本いけます。はい、じゃあ、あ、そうかそうか。2本で。で、ボリュームはどこにあるの？ボリュームはここですね。あ、ここに。ここに符号してますね。はい。はい、で、ハイ・ローのイコライザーもついていて、はい、まあ、ディスコとかの人で、最近ディスコすごい元気あるからね。あ、そうなんですね。すごいよ。ホテルでやったりしてるんですか。あ、またやります、やります。あ、本当ですか。はい、もうすごい勢いだから。それもマイクパフォーマンスあれ、全員大先輩みたいな、悪いことできない。悪いこと全員大御所みたいな。悪いことしない。まあまあそうなんだけどさ、うんうん、怖いじゃん、なんか、うん、で、あのトークオーバーですね。はい、ディスコの話から膨らみすぎましたけどね、トークオーバー
もあります。喋ってたら後ろの曲が弱まるっていうね、あのちょっとディスコっぽい、はい、ようこそお越しくださいましたみたいな、次のナンバーはデッドアライブみたいな、で音ドーンドーンみたいなね、うん、そういうトークオーバーもついてますね、はい、で、2系統入力がコンボジャックとフォンですね、で、電源という感じでございます、はい、いうことで、なんか、なんていうのかな、なんだろう、なんか文句のつけようがなくて、はい、もうむしろ歯がゆいです。あ、もうそれぐらいすごい。ありがとうございます、うん、まあ、本当に、はい、まあ、これ本当練習、これで覚えたらもう何でもできちゃうような感じになりますので、うん、覚えたらつうかさ、もう別にこれでよくないですか。これでいいです。で、デッキを切り替えて、そうですね、あの4デッキ鳴らせますし、うんうんうん、ちょっとアナログでプレイしたいなと思ったら、うん、アナログターンテーブルで接続していただいて、一本釣りだわ。一本釣り感半端ないですよ皆さん。これはね、うん、本当にいい、うん、いいです。僕は本当に力込めていいって言ったのは、はい、もう言いましょう、デノンの MC6000 は僕大好きなんですよ。ほう、あ、もう持たれてますよね。はい、もう持ってます。はい、はい、けど乗り換えをして、これ俺乗り換えようかな、ちょっとそれいろいろ調整しますそれが本当にこれらも買った方がいいわみんな、うん、素晴らしい、うん、で、ソフトウェアはレコードボックス専用です、はい、ということでございますので。でもトラクターとか動く、あ、まあ DSI とか動くのかな、まあちょっとそれはそれはそれはっていう。そうですね、ジョブの部分はもうマッピングできないですけどねめちゃめちゃ見られてるマッピングはできないですけども、うんうんうん、こういうボタン系やったらいけるかもしれない。まあまあまあ、そこはね、はい、まだまだっていう、いう形でございますので、もういきなり大本命という形ですね。そうですね、そうですね、もうワールドカップの初戦にブラジルが出てくるみたいな、 そんな感じになっちゃいましたねこれ。うん、で15万いかないぐらいなんですよ。15万いかないですね、込みで、うん、これはね、で本当にありがとうございました。いい機材を作ってもらったなっていうところです。はい、でエフェクトもですね、非常に充実してます。今日はもう伏せておきますけど、これはお家帰ってからの楽しみ、買ってからもう度肝を抜かれるやつが入ってますので、はい、というわけで、はい、2018年か18年、犬年、はい、はい、第1弾ですね、こいつを紹介できたっていうのは本当何かの縁で、こいつ中心で本当回っていくっていういきなり機材が出ましたということで、DDJ1000、 もうこれあんまり言わないですけど、もう買っていいです、買っていい、うん、いうことで陽介さんは行くかでかいんだよなちょっといやでもいやでも行こうかな、うん、ちょっと調整します、うん、いやいやでも本当考えますよこれは、もう素晴らしいこれは、うん、という、もう僕はパイオニアのコントローラー触った中でも、もうめちゃくちゃ感動しましたねこれは。はい、僕も触って一番でしたねやっぱり、はい、うん、ということでビッグウェーブが来ました、はい、ということで今年もいい年になりますように、なります、いやいやなりますよこれのおかげで、はい、ということで、縁起のいい DDJ1000 のご紹介ということでございます、はい、今年も皆さんよろしくお願いします。ありがとうございました。